オ TV。 まあなんとなくまあ有数挙動かなという感じなんで、手前のあたりはまあおそらくまあ引き戻しだと思うんですよね。まあ、これおそらく上がってないんで 50% で通常日、まあ、そこが一番濃いんでね。だから今まあ推定 B だと思ってまあ打ち続けるんですけど、だから次のあたりだよね。もう絶対だから持ち込みで引っ張ってこなきゃいけないんですけど、これで持ち込みで決着がつかなくなったりすると、またどこまで削られていくか分かんないんで、8ゲームっていうのが、まあ、おそらく紐出しだとは思うんだけど、そこから B に上がんなかったのか、それとも B に上がったけど、そこで天国を引っ張ってこれなかったのか。 65% 上がるからね、偶数だったら。ただまあ逆に言うと 35% ぐらいで上がんないっていうねことになってますんで、引いちゃったのか、まあ、実際のところはもう五里無重ということなんですけど、ただここで上がんなかったのはだからもう偶数の王道パターンからはちょっと外れてるわけですよ。引き戻し通常に天国っていうのもそれも永遠やっててくれればね、初当たりで滑らなければ基本的には出玉増えていくはずなんで、31ちょうど3万円。いやー内容は全然いいんだけどね。
はまあ言っても追加1000円だったんで大した問題ではなくなるんですけど、よしよし、まあまあそういうもんだから、いやこれが普通だからね。さすがに偶数で間違いないという感じなんで、そうそうね太いのが刺さるもんでもないんですけど、だから本当はねっていう、まあ、偶数だと天国の初当たりをある程度引っ張ってこれるんで、だからそれこそどっかでねドキドキモードに入れられるとそこで一気に増やしてね、もう逃げ切り体制みたいな感じになるんですけど、まあ、1日とか打ってりゃね1回2回行くんですよ。それをこの半日の戦のそれもこのまさに今ね都合よく引っ張ってこれるのかっていうね、で都合よく引っ張ってこれるときはここ勝てる実戦ですよ。ベリー解除かな。よしよしよし、 OK。 それで4連で次5連もまでが確定してると、あと2発、お、いけるなこれ。でもって次もまだ天国なんで、まあここ勝負どころだよね。だからコースが、1410枚か、ちょうど3万円。これで6連目かな。もう一発すればプラスになる。引き出してはもうここで勝負を決めちゃうって話ね。ラッキーもあと1時間半だから。